今日も厳しい暑さに注意が必要です。ではいただいているリポートから見ていきましょう。こちらは福岡県の福岡市からいただいたお写真ですが、強い日差しが照りつけていますね。そうですね、もう全く雲を映っていませんけれども、はい、実際九州北部はですね、はい、気象衛星で見ても何も雲がないんですよ。もうカンカン照りといった形でして、気温も相当上がっています。で現在の実況気温をまずご覧いただきましょう、はい、この時間のアメダスなんですが、その九州北部ですとか、はい、あと山陰地方の一部、もう35度以上の猛暑日になってきています、とりわけ高いところもう37度を超えているところも出てきていまして、はい、今日は台風8号の外側を回る南東あるいは東寄りの風が山を越えてフェーン現象を引き起こしているんです。でこの後も日本海側は気温上がるところ多いですし、はい、太平洋側の方も油断できない暑さがまだ続いていきます、はい、今日の気温予想、最高気温が出る頃14時のものを見ていただきましょう。赤い色が35度以上なんですけれども、はい、うん、今お話しした日本海側ですね、北陸西部から九州の北部にかけて、そして瀬戸内ですとか近畿中部の帯平野、関東内陸部、こういった方面も強い日差しによって気温どんどん上がっていきそうです、まあ、広範囲で35度を超えてきそうですので、まあ、今日も暑さに対しての警戒必要となります。はい、では最後に今日の暑さ指数ご覧いただきましょう。はい、こちら赤や紫で表現されているところが熱中症もう危険レベルとなります、はい、日本海側に加えてその35度以上というところをお話ししましたけれども、太平洋側の方も内陸部中心に熱中症危険レベル、外での運動はもう中止していただきたいですし、部屋の中で過ごされる場合も冷房をしっかり効かせて熱中症予防に努めていただきたいと思います。はい、水分や塩分も意識的に補給して十分にお気をつけください。